陳清史女は、小介石の二番目の妻。小介石が、総美齢と結婚するにあたり離別した。幼女の陳陽光がその財産を受け継いだ。遺骨と遺棄は、アメリカ合衆国に送られ、埋葬されている。陳清史女の祖籍は、寧波にあり、上海で、死傷人を営む陳学部方と、蘇州出身の母との間に生まれ、生活は、裕福だった。 12歳の時に、再現売によって創設された、上海の愛国女子中学に入学し、豪商、長静江の娘などと信仰を深め、たびたび、長家を訪問することもあったという。1919年に孫文と、蝶海赤が、長家を訪問した際に客として滞在していた、陳清女を見染め、強く交際を求めたとされる。陳女ははじめ悪していたが、次第に、 紹介席に好感を持つに至った。陳清女の母は、紹介席がすでに一切一章を設けており、かつ正当な職業にもついていないことから紹介席の求婚に強く反対した。紹介席は、張志杖と孫文の関係を通じて、陳清女の母に制裁として目取ることを継続して、説得し、最終的に了解を得た。紹介席は、 自分と最小とはすでに別離していると述べ、陳清史女を唯一無二の合法的な妻とすると述べた。陳清史女と紹介席は1921年12月5日、上海の永安大老で結婚式を行った。張静江が婚礼の立ち会い人となった。結婚後間もなく、陳清史女は紹介席に付き従って、紹介席の故郷である笹具家を訪れ、 祖先の祭祀を行い、小介石の戦災である、毛う副ともあった。北伐軍が南章を攻略した後、ミハイル・ボロディンや党演達らによって主導された、武漢国民政府は、小介石の権力を剥奪しようとする動きを見せた。小介石は北伐を継続するために、石膏財閥の支持を得る必要に迫られ、石膏財閥に大きな影響力を持つ総一族から条件として、 小解析と総美ーとの結婚及び総資分の財政部長への任命を求めた。小解析は、陳清女に5年間中国を離れるように頼み、陳清女はその願いを聞き入れて1927年8月にはアメリカ合衆国へ渡り、北伐の成功後、1933年に上海に戻った。国境内戦で国民党軍が敗れ、 台湾に去った後にも上海に残ったが、政府の要請を受け、上海城暗区の政教委員となった。1961年には、周恩来国務院総理に対し、上海を離れ、香港に移住できるよう交渉し、認められた。香港では、人炉と解明した。この情報を知った、小海石と毛福梅の子である、小渓谷は直ちに九龍に豪邸を購入して、 老後の住みかとして送り、その後も経済的な援助を行った。翌1962年、小解析は大気島の古代安国を秘密裏に陳清女の下へ向かわせた。持参した新書には、先昔風雨同州的にし知り、ところ受賞、タスク、溝牛ゆさふふところ、一瞬たりともありませんでしたと書かれていた。陳清女からの返信には、 三十多年来、我が、まといくつゆい君ともゆき、さ、しかもため両補治君と国家栄え誉まれ、我が一時家人樹著最大的自が犠牲、とあった。陳清女は、香港に居住した間に、自伝出版のための原稿を完成させたが、出版は国民党によって阻止された。この自伝は、小解析、小渓谷府市の死後に、陳清女解憶録,録として出版されている。 この改装録は極めて資料的価値の高いものと家金良子に評価されている。1971年1月21日、陳清女は香港で死去した。工事を任された幼女の陳陽子がその財産を受け継いだ。遺骨と遺骸はアメリカ合衆国に送られ埋葬されている。ありがとうございます。